名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション、宇津木舞香がナビゲートをしています。サンデーハッピーアワー。さあ、今月毎週日曜日のこの時間は、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学にお邪魔し、在学生、大学関係者に登場していただきまして、大学生活に迫っていく5分間です。名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション。今日は名古屋外国語大学外国語学部英米語学科英米語専攻の2年生鈴木里奈さんにお話伺っていきます。鈴木さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、鈴木さんの専攻する名古屋外国語大学外国語学部英米語学科英米語専攻、ここではどんな授業があるんですか？英米語学科は特に英語を使って90分間ネイティブの先生と会話する授業や、英語で自分で考えたエッセイを書く授業などがあります。90分間ってね、随分長いですけれども、どんなこと話すんですか、英語で？英語では今やってるのはトラベルについてで、先生がお題を出してきたことについてペアで会話したり、それについてのプレゼンテーションをやったりしています。その旅先どこに行こうかみたいな話なんですか？はい、英語はじゃあもうほぼ毎日毎時間使っているっていうような感じ？そうですね、はい。どうですか、入学してから語学力はやはり上がりましたか？上がったと思いたいです。もともと英語はお好きだったんですか？はい、好きです。なぜまたでもこの外大のこの学科を選ばれたんですか、決め手になったのは？今英語はもう必要不可欠な言語になってると思うので、その英語を特に勉強できるのがこの英米語学科だと思ったので選びました。もともと好きな英語をもっともっと磨いていきたいと。はい、将来の夢としては何か今考えていることあるんですか？将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、エアライン業界に少し興味があって、英語を使って仕事をできるのもそうですし、ホスピタリティの授業もまあ、取っていて、そういうのも活かせるんじゃないかなと思って、とても興味を持っています。留学なんかも考えてたりするんですか？はい、考えてます。どこに行きたいみたいな？行きたいのはカナダかアメリカに行きたいです。カナダかアメリカ。なんかでも中国語も勉強されてたんですか？中国語は高校の時から勉強してて、今副言語でも中国を取っていて、中国にも行ってみたいけど、留学ってなると、長く行くってなるとカナダかアメリカ。はい、そして鈴木さんは特技としてダンスが上手と聞いてるんですけれども。昔からやってた？はい、中学校の頃から続けています。それジャンルとしてはどんな感じなんですか？ジャンルは最初ヒップホップから始めて、いろいろなジャンルを経験してきたんですけど、今はポップっていうロボットダンスというか筋肉を弾くジャンルを今選んで、それを練習しています。大学ではそのダンス部に入っているんですよね、所属してるんですよね。はいはい、オープンキャンパスでも出演してダンスを披露する機会なんかあるんですか？はい、出演させていただきます。そんな鈴木さんのダンス部の活動について、次回はお話詳しく伺っていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は名古屋外国語大学外国語学部英米語学科英米語専攻2年生の鈴木里奈さんにお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、名古屋外国語大学ではオープンキャンパスが開催されますよ。ネイティブスピーカーとの交流や学生による模擬フライトなどを実施します。8月18日の日曜日午前10時30分から午後4時まで、10FM のミュージックナビゲーターも MC として参加します。私も登場します。ぜひお越しください。そして鈴木さんのダンスも見に来てくださいね。今日の放送の様子はキャンパスインビテーションの番組ブログや ZIPFM の YouTube チャンネルにアップをします。いずれも ZIPFM のウェブサイトトップ画面からアクセスできますので、チェックしてみてください。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、来週もお楽しみに。